新潟の花街この項目では、新潟市及び新潟県における花街の歴史について記載する。かつて新潟市には昭和初期まで新潟花街として、小町花街、下町花町、塗ったり花街が存在していたが、戦後の新潟経済の低迷によって衰退。現在は小町花街が原型を止めるのみになっている。小町花街新潟県新潟市中央区小町にある。 小町通り八番町、九番町。西堀前通り八番町、九番町。東堀通り八番町、九番町で形成される花町。明治31年までに遊郭が移転したことで形成される。下町花町、14番町遊郭の隣にある寄付町に存在していた花町。現在では住宅地となっている。 沼水加害ぬったり町の沼水四津角か,から日吉町にかけて存在していた花町。市川隆河登根が沼水芸技に指導をしていた。出身人物に小田、翔太郎、浅草港がいる。新潟遊郭明治26年以降に新潟町の各地に点在していた遊郭が本町通り14番町付近の横7番街以北に集められて形成された遊郭。 明治31年5月7日に発生した火事により、全焼する。新潟遊郭江戸時代、明治時代初期後期、大正時代昭和時代初期中期長岡新遊郭、今江旅館。遊郭、今江ろから転業し、2016年末まで旅館として営業。長岡空襲で消失、移転したため、戦前の今江ろと位置及び建築物は異なる。 2016年5月撮影。市の南北に南ぐるわ、北ぐるわとして分かれていた遊郭が明治40年4月8日に長岡市文寺町に集められ、長岡新遊郭となった。当初は今へ、日清、とぶきの3軒しかなかったが、大正元年には52軒にまでなった。車内は一等地と二等地に区分けされ、一等地は大門から車中心の交差点までを、 安ズ中市町、そこから西側を西中の町、二頭地は、梅川町、高尾町、工事には、旧正工事、スケロク工事、力いよいよ工事と名前が付けられていた。ありがとうございます。